バックスをご覧の皆さん、こんにちは。あやめです。あやめです。ボーカル葵です。ギターの夢人です。ギター竹人です。ベースの陰鉄です。ドラムの健三です。あやべえるという漢字、まあ、あやべえるのルは読まないんですけども、あやという部分のですね、ポップな部分、カラフルな部分と冷えるというクールな部分、その2つをですね、兼ね備えたバンドでありたいなっていう気持ち、そしてあやべえというバンドは最初組んだ時からですね、視野を海外に向けておりまして、あの海外の皆さんがこう日本のバンドとして僕たちを見た時にですね、一番こう日本らしく、あの漢字、そしてひらがなすごい綺麗なものを取り入れたバンド名にしたいなって考えた時に、このあやべえというものが出てきまして思い浮かんで、はい、そういう理由であやべえというバンド名をつけました。はい、そうだったのか。会いたくては、僕が作曲をさせていただいたんですが、うん、分かりやすくて覚えやすい、そして歌いやすいメロディーが、いいんじゃないでしょうか。そうですね。そしてこの人が書いた歌詞、うん、はい、すごくやっぱりこれも気持ちをこうギュッと掴まれるような、そうですね、いいポエムですね。はい、一番こう伝えたい言葉っていうものを並べて書いてみました。はい、うん、いいですよね。あれ、ありがとうございます。すごくいい曲なので、はい、騙されたと思って聴いてみてやってくださいませ。はい、あやべえどんどんイベントが決まっておりまして、まず一つが発売日5月の27日、豊洲のララポートさん6時から、発売記念イベントをやります。ぜひ遊びに来てほしいなと思っております。みんなが来てくれないとね、やっぱり盛り上がらないんで、みんなで盛り上げていけたらいいなと思っております。その他にもイベントたくさん決まっておりますので、ぜひあやべえのホームページに遊びに来ていただければ随時情報更新しておりますのでチェックしてください。そしてご覧の皆さんにメッセージ、メンバー一人ずついこうと思います。じゃあ竹人くんから。はい、まあ2日後にメジャーデビューするわけですけども、うん、まあ、これからもあやべえらしくこのメジャーシーンでも、ね、活動していけたらいいなと思うので、これからも応援お願いします。お願いします。陰鉄くん。はい、せっかくメジャーに行くからにはどんどん大きなことをやっていきたいなと思います。みんなで楽しんでいきましょう。はい、健三くん。はい、これからもね、今までと変わらず、うん、攻めの姿勢で、うん、どんどん打っていくんで、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。夢人くん。はい、あやべえは今後も変わらず攻めの姿勢を崩さず、そして守りの姿勢も崩さずで、はい、バランスよく突き進んでいこうと思ってるんで、はい、よろしくね。はい、守っていいんじゃん。まあ、今回メジャーデビューシングル会いたくて4曲用意したんですけども、あやべえというバンドはこの4曲だけでは収まりきれない、どん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 いい曲を作っていきますので、期待していてほしいなと。どん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 出てくるよ。出てきちゃうよ。出てくるよ。はい、その他にもですね、あやべえライブ活動、いろんなところでライブもこれからしていこうと思いますので、お近くにいた際ぜひ遊びに来てほしいなと思っております。そんなわけでこれからもあやべえ応援よろしくお願いします。あやべえでした。あやべえでした。またね。バイバイ。